富士産業株式会社は、香川県丸亀市に本社を置く、健康食品、化粧品、医薬部外品の研究開発、製造、販売を行う企業である。創業者の岡田義郎が、1954年に、幼少期に自分の腹板を直してくれた、ニンニクで、世のため、人のために何かできないかと考え、養鶏畜産用添加物としての、 ニンニク乾燥粉末の製造販売を目的として、同社を創業する。1967年、京都衛生研究所の藤原国達の協力を得て、アリシンをビタミン B1 と結合させ安定化したニンニクエキスを開発。これを飼料への添加物として製品化、水産養殖分野に進出した。当時養殖業者を悩ませていた。 魚のビタミン B1 欠乏症が劇的に改善したとの声が次々に寄せられヒット商品となるとともに翌1968年には海藻法人化する液状ニンニクを飼料に混ぜ込む過程で手の肌が滑らかになったという養殖業者の声をきっかけに次に着目したのがニンニク成分を配合した入浴剤だった匂いの改善のため 試行錯誤して製品化した武田薬品工業との提携商品シャンラブが大ヒットし売り上げをさらに伸ばす。その後研究を続けてきたブラジル県産の白館所から健康食品カイアポを製品化すると同時に通販事業をスタートさせた科学的根拠に基づく研究開発を進め健康食品化粧品育毛剤等を 次々と製品化していく。2006年には通販ブランドをウェルベストへ変更。創業当初より専門的な研究機関で研究や実験を重ねた科学的根拠のあるものだけを製品化するを基本姿勢としている。1994年の通販事業開始以来、科学的根拠に基づいた製品を全国に直販している。主力商品は 女性用育毛剤、リリージュ、新谷酵素、エンザイムベーシック等。通販のブランド名は、ウェルベスト。ありがとうございます。